し行こうか。いやーさっきのあっこはきつかった。いやー俺普通にやってた時も、中学生時ぐらいやった時もめっちゃきつかったイメージがある。そのハイレベルめちゃくちゃ高かった。当時生き方わからんかったもん。これこの見てやん。二族の侵入を許したのは残念ですが、セフィラが無事だったのは不幸じゃ。皆さんありがとうございます。いえ、彼らの協力あってこそです。でこれからどうする。奴らさらにムキになって攻めてくる。それにカナンで奴らを倒したことで、君を差し出してもこの国が無事である可能性はなくなったと見るべきでしょう。もはや双方が協力してバンデンを追い払うしか見…残念ながら。だがどうやってやる。唯一頼りになれそうな兵器は未完成の上に射程に問題があるんだぞ。届かねえ攻撃に何の効果があるってんだ。そうなんだよな。早急に兵器を完成させたとしても、あれを有効射程まで運ぶし…アーリグリフに協力を要請しました。陛下、今なんと。要は兵器を空中まで運べるものがあればいいのでしょう。彼らはその術を持っているのですね。運ぶ術。そうです。しかし奴らがおとなしく言え、ヨシンバ色良い返事がもらえたとしても、その後裏切らないとは言えませんぞ。そうか、そうですよね。うん、そう。さっきのバンデンの攻撃は各国にも多大なダメージを与えた。もはや私たちに構っている余裕はないはず。それに彼の国で戦争協力に押していた高羽のボックスは、すでに今なら彼に今は一国の利益を優先させる状況ではない。陛下、アーリグリフに協力を呼びかけ、すぐに新書を用意して死者を。はっ。それなら俺もついていこう。ここは俺が行った方が信用されるんじゃないか。それにシーハーツの人間だけじゃ説明もしきれねえだ。それはそうかもしれないけど、危険だ。危険が何だってんだよ、それくらい。わかりました。ああ、任せとけ。エレナ、そなたはサンダーローの準備を急がせる。はい、おまけ。ミラージュ、あなたはサンダーアローの準備を手伝った。了解です。しかと頼みましたよ。あの、僕は。そなたら二人は芝、彼女らが戻り次第。はい。ねえ、この後は少し付き合ってくれる。ああ。話長そうやな。平和ね。うん。あなた、私に何か聞きたいことがあるんじゃない？え？ないならいいけど。あのさ。何？あのさ、君はいつその力に気づいたんだい？もっと聞くもあるんじゃないんか。なんでそんなことを聞くの？いや、だって興味あるだろ。僕はこうやってみんなに聞かされて分かったけど、君はどうなのかなって思ってさ。ま、いいでしょう。
教えてあげる。あれは今から7年前のこと。私は当時12歳で、両親と共に第17宇宙基地にいたわ。私の父は連邦士官、母は宇宙基地で研究者をしていた。いや、てか銃がお前地面埋め込んだし。だったせいで両親と一緒にいる時間はさほど多くはなかったけど、私は幸せだけど、アールディオンとの戦争の激化により、そのせ、いやだよお父さん、私もここに残る。聞き分けのないことを言わないでくれ。いいかい、ここはもう危ないんだ。でもお父さんはここに残るんでしょ。仕方ないだろう、お父さんには仕事があるんだから。そうよ、あんまりお父さんを困らせないの。お母さんと一緒に行きましょう。大丈夫、お父さんならすぐにアールディオンをやっつけて、アラクにあなたを迎えに来てくれるわ。本当？指切り？あ、怖っ。本当だ。や、絶対だよ。絶対だからね。ああ。いや、後ろお母さんがあれな、残像なったんやけど。この子を頼む。分かってるわ、あなた。いや、腕が直角なっとるし。いや、もういいって。長えよ。アールディオンの戦闘艦はどうなっている？第17宇宙基地撃破後、当艦と同様に惑星アラクへ進行しています。追いつかれる。そうか。了解。スクリーン出ま。どうしたラディッシュ。目的地の変更を要請します。現在我が艦は民間人を乗せて惑星アラクへ向かって航行中です。しかし現在の状況からアラクへ向かうのは、その要請はすぐには許可できない。こちらで検討した結果通達する。わかりました。長い。
追いつかれたのね。皆さん、ここは危険です。申し訳ありませんが。もう会えないかもしれないから。そんなことない、そんなこと言わないで。ワープエンジンコア崩壊まで、あと。いいえ、今言わない。私たちは、私たちはあなたを愛してるわ。それは実の子供と同じ。うん、それだけど、あなたの本当の親は違うところにいるのよ。わかんないよ、母さん。今はわからなくてもいい。いずれ時が来れば、あなたも。ワープエンジンコア崩壊ま。あなたは大切な子。決して。ワープエンジンコア。愛しているわ。ねえ、今からまだ階段登っていかないかんのに。エンジンコア崩壊ま。お母さん。ワープエンジンコア崩壊。生きるのよ。そんな、本当の両親じゃないだって。いきなり12歳でそんなこと言われた。話はこれからよ。お母さん、お父さん。ポッドに戦績不明の艦艇が接近しています。え、確認不明。識別。私死んじゃったのかな。この子か。ええ、クリフ。だいぶ衰弱していますが。地球人だな。そのようです。脱出ポットのデータの解析結果を見ると、先日の連邦17宇宙基地でのアールディオンとの交戦の被害者だと思う。かわいそうに、こんな小さいのにな。連邦もアールディオンも権力ある。だからあなたはこの。そんな立派なもんじゃねえけどな。照れなくてもいいんですよ。殴るぞ。なんで殴るぞ言うて、フフって喜んでる。お、起きたか。どこか痛いところはない？ここはどこ？お兄さんたちは誰？ここか。宇宙船ディプロの医務室だ。ジョーちゃんは脱出ポットで漂ってるところを俺た。私たちは交易を営んでいるものよ。今は取引を終えて。お、私助かったの？ま、そういうこと。どうしたの？お腹すいた。
こりゃいい。おい、ミラージュ、たっぷりうまいもん食わせてやれ。はい。そうか、君たちはそうやって出会ったんだ。ええ、そのままクラウストロ本線に連れて行かれた私は帰る場所もなかったから彼らの組織に加えてもらうことになったの。それがクォークだ。そうよ、はじめ交易を営む組織と言っていたくせに実際は反銀河連邦組織だった。と言ってもゲリラ的な破壊活動をしているわけではないわ。連邦所属内の惑星や所属外でも半ば強制的に加入を要求されている惑星への手助け、つまり仲立ちが主な活動内容だったわけだし。どうして君がリーダーになったんだい？あいつ、インタ…それは一つの事件がき…あれは私がクォークに…艦長、当艦は惑星リオンに向けて順調に航行中です。目的地までは13時間です。わかった。マリアが連邦の研究データベースにアクセスしてるだと？ええ。そんなところにアクセスしてやがんのか。あいつがコンピューターを勉強してんのは知ってたが。今は連邦に察知されていないので大丈夫ですが、察知された時のことを考えると。私止めたんですけど。あ、知らせてくれてありがとう、マリエッタ。あと、はい、よろしくね。ん？どうした？そうじゃないんですけど、あんまり怒らないであげてください。きっと何か理由があるんだと思うんです。あ、なんかマリエッタが、あの子、考えなしにそんなことする子じゃありませんから。そんなことか、わかってる。え？どうします？いや、いい。放置です。ああ、マリエッタも言ってたが、考えなしにやってること。それにあいつがそこまでして調べてる内容にも興味があるしな。それが本音でしょ。まあな。ま、それとなくフォローはしといてやってくれ。了解。艦長、クリフ。どうした？音声救難信号が入っています。当艦の進行方向からです。近いな、スピーカーへ。どこの所属だ？データ照合中、現段階では該当戦績不明。戦績不明か、嫌な感じだぜ。だが仕方ね、救助に向かうぞ。最大ワープで当該地に急行。発信地点の5万キロ手前につけろ。5万キロですか？念のためだ、近づい。了解。目標地点に到着。通常空間です。発信源に艦艇は存在しね。顔が近い、顔近い。クリエーションエネルギー反応、前方5万キロメートルです。側面エンジン全速、緊急回避だ。
戦闘艦だ。データ照合終了。敵艦銀河連邦所属戦闘艦インビジブルと確認。インビジブルだと？最新鋭艦じゃねえか。クソ、奴らも本気かよ。まずいな、あんな奴相手じゃ逃げることもできねえ。量子魚雷2発被弾、シールド効率 83% に低下。敵艦時空安定に入っています。次のクリエーション法は100秒後です。緊急回避プログラム作動。量子魚雷準備。フェーズキャノン発射。了解。量子魚雷敵シールドに量子魚雷フェーズキャノンとも命中ですが、全くダメージはありません。全てシール。さすが最新鋭艦ですね。いいシールドを装備しています。感心してる場合。敵第三者来ます。量子魚雷。ったく撃ちたい放題撃ちやがって。被害状況は？マリア、どうしたの？おい、どうした？お母さん。ガキの時の記憶がフラッシュバックしやがったのか。艦長、シールド効率 67% に低下。クリエーション法が被弾したらひとたまりもありません。プログラム変更。クリエーション法を避けるコースを取れ。他の攻撃が被弾しても構わねえ。次のクリエーション法をかわすと同時にワープで出し。プログラム変更終了。コース算出終了。クリエーション法回避後。ダメです、回避しきれません。機関室被弾。ワープエンジンスクラム。予備では必要な回避行動が取れません。くそ、ここまでか。すまねえな、みんな。諦めるんですか、クリフ。諦めたかねえが、世の中にはどうにもなんねえこともある。諦める。決して諦めないで、最後まで生きて。あなたにはそうできる力があるのだから。みんな諦めちゃダメ。お前どうしたってんだ。ミラージュ、量子魚雷を撃って。え、しかし。撃って。構わねえ、撃てミラージュ。了解。敵艦、完全に消滅しました。どうなってやがる。お前の仕業だってのか。
それが私が能力に目覚めたきっかけ。それから時間をかけて自分の能力をわずかだけどコントロールする方法を学んだわ。未だインビジブルを沈めた時の力は出せないんだけど、そしてみんなの勧めもあって私がクオークのリーダーとなったというわけ。一人の人間がそのような力を持ちうるのか。しかもこんな女の子が。そして僕にもその力がある。どうしたの？そりゃね。そうよ、それはすでに証明されているわね。どうやってそのことを？私は自分の出世を調べるために、私が生まれる直前に母が働いていた研究所の調査、その結果私は自分の出生の秘密とともに恐るべき実験に関するレポート。研究所？ええ、母が当時働いていた研究所。それって？そう、ラインゴット研究所よ。そしてそこで実験体であった私を引き取ったらしいわ。廃棄処分になった理由。そんな。データベースを調べ尽くして私は研究のあらましを知った。そして君の存在を知ったのよ。私と同じように。でもなんで？そこまではわからないわ。私の話はそれだけよ。納得してくれと。わかったよ。一緒に。ええ。こちらに。お二方がアーリグリフよりお戻りになりました。他の皆様方はすでに。長かった。干からびるかと思った。つけたないって書いてあったっけ。ガンベスっているかな。遅かったじゃ。遅くなって申し。そなたらの報告によると、アーリグリフ王は私たちの話を真摯に。はい、ただ一度陛下と直接話がし。直接？そんな危険な真似できるわけ。それでまさか。はい、モーゼルの古代遺跡円卓の広間を指定してきました。モーゼルだと？サジ、奴らにはエアードラゴンがあるからいいが、こちらは徒歩で。その条件が飲めなければ。わかりました。
陛下。彼は私を試しているので、本来であればそのような場所に行くことはできませんが、国という小さな枠組みの中でモーゼルへ行って私自らがアーリーグリですが、罠の勘信じることから全て相手を信じず、護衛に関しては何か条件が出せ、それに関しては特に。わかりました。はよろしいです。はい。ラッセル、はルシチューはエレナたちと協力してことにあたりなさい。私のことは心配いりません。仰せのままに。お前たち陛下を頼むぞ。わかりました。なんでこいつこんな上から目線。お前勝ちねえだろ。いやーまだ仲間入らんの。お前つ、どこ。西から一回ここで区切ろうか。